KBC ラジオ、KBC ラジオ、KBC ラジオは、九州朝日放送におけるラジオ部門。写詞は九州朝日放送遠隔を参照。キャッチフレーズは2018年7月より、AM も FM もラジコも、KBC としている。開局当初、朝日放送、ABC ラジオの支援を受けていたことから、朝日放送と同系列のラジオ東京。 ジョカ、現在の TBS ラジオとネットを組んでいた。一方の RKB 毎日放送、RKB ラジオは毎日放送、MBS ラジオと共に日本放送、ジョルフとネットワークを組んでいた。なお、九州朝日放送は文化放送ともネットワークを組んでいた。このため、福岡発のスポーツ番組やニュース素材などは、 TBS ラジオ向けと文化放送向けの二重制作を行っていた。やがて TBS は RKB 毎日放送とテレビネットを通じて包括業務提携を結ぶこととなり、ラジオのネットワークも九州朝日放送から RKB 毎日放送へと組み直す動きが出てきた。1964年、RKB 毎日放送は毎日放送と共ともに TBS と 暫定ネットワークに関する業務提携を締結。翌年、JRN に発展した。これに対して、文化放送と日本放送は、九州朝日放送に NRN への加盟を要請。九州朝日放送は、キー局による全国スポンサーの開拓を条件に受諾。発足と同時に加盟した。自社制作比率は72.3%。 2018年4月現在と高く他局へネットされている番組もある。その一方でネット番組比率が低くおおよそ30%弱在京キー局発の番組のネットを行わない傾向がある九州山口地区ブロックネット番組はテレビとは対照的に2014年現在一本も制作していない。番組宛てのメールアドレスは 番組名 kbc.co.jp で番組宛てファックス番号は福岡0927224242で一部番組では何によによによにとアナウンスされる24時間放送を実施月曜日曜深夜未明1時5分5時はメンテナンスのため放送休止5時から放送開始 NRN 単独加盟局は ほとんどが5次開始が基本である。月曜以外は5次起点。AM ステレオ放送は、福岡本局のみ1992年4月1日に開始したが、受信機が普及しなかったこと、同放送の対応受信機の発売が開始当初から、時間が経つにつれ非常に少なくなったことが主な原因によ、開始から15年を経過する2007年4月1日の放送を最後に終了し、 モノラル放送に戻すことが2006年11月に発表され、予告通り実施された。AM ステレオ放送自体を取りやめたのは当局が初めて。ただし、それ以前にも中国放送、RCC ラジオが一部地区で AM ステレオ放送を取りやめた経緯はある。FM 補完中継局は2015年9月2日に予備免許が交付され。 2016年3月28日13時に本放送を開始。なお、この FM 開局を記念し、RKB ラジオと共同制作で、熱、ラジ鬼曲同時制放送。いずれもアナウンスは、奥田智子アナウンサーが担当。ワイド FM 開始に合わせて一新された。放送時間は、2019年4月現在。 KBC ラジオでは2016年頃から不定期で早朝の富田薫の朝これから夜の KBC 長浜横丁まで一つのアーティストに絞って特集する一例スペシャルを行っている。全曜日放送平日土曜日日曜日特別番組かつてテレビ放送のネットワークがフジテレビ系列に入っていた関係からか 日本放送の番組のネット比率が高い。KBC ラジオは1990年4月10日から1993年3月までの間、KBC インパックス、KBC インパックスと称し、人気番組だった、パオ N ・僕ボクララジオ異星人をも終了させ、当時人気を博していた、ニュースステーションを模範として、ニュース、情報を中心とした、ワンフォーマット編成にほぼ準じた、 番組編成を行った。この間、番組タイトルにはスロープの文字列が付けられ、事実上のゾーン編成となった。スロープの付かない番組は、オールナイト日本と一部の NRN 系列のネット番組、そして一部の自社制作番組のみとなった。各番組のジングル、ニュース、天気予報、交通情報の BGM は、 FM ラジオを意識した音楽に変更された。インパックスとは、インフォメーション、情報と、インテリジェンス、知識、インタレスト、面白さを、未知数の可能性で、パケット、包む、束にするする意味の造語であり、ジングルの声は、アメリカントップ40イングリッシュコンテストで、グランプリを獲得してから間もない木村忠成が、起用された。編成開始と同時に、 KBC インパックス天神サテライトスタジオを解説現在の岩田や本館東側空地平日12時15分から13時15時16時は生放送を行ったが半年後に放送時間を縮小1991年春に閉鎖した生放送時は KBC インパックスフロムサテライト天神のジングルとなった 1992年4月1日に、AM ステレオ放送を開始後は、KBC、ステレオインパックス、KBC ステレオインパックスと称した。リスナーの受けが悪く、RKB ラジオと FM 福岡に、聴取率で差をつけられてしまったため、開始から1年後の1991年4月、番組タイトルと内容、パーソナリティと出演者の変更を行い、手こ入れを図ったが失敗。 その後も、瞑想は続き、1993年3月に、KBC インパックス編成は頓挫した。50音順、インは九州朝日放送アナウンサー。あ、か、さ、た、な、は、ま、や、ら、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。